はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にね、献血骨髄バンクを知ってもらうためにですね、皆さんにもやっていただきたいことがあります。すごく簡単なことです。それをするだけでね、あとはもう YouTube を運営している Google にある AI がね、勝手にやってくれますんでね。で、皆さんにやっていただきたいことっていうのはですね、それはね、グッドボタンとチャンネル登録をね、押してもらうことです。これを見てくれている皆さんがね、グッドボタンとチャンネル登録を押していただけますと、YouTube を運営している Google にある AI がね、よりたくさんの方々にね、このヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれますので、ものすごく簡単な方法なのでね、ぜひよろしくお願いします。はい。先ほどね、ちょっと嬉しいお知らせが届きましたね。先日お話ししたことがある、友達のお母さんが白血病になって入院されて、たんですけどね、骨髄移植が決まったみたいです。おめでとうございます。日にちはまだ聞いてないんですけども、なんと家族の方とマッチングしたみたいですね。マッチングっていうのはね、患者さんとドナーさんの細胞が一致するという意味でして、患者さんに必要な細胞がドナーさんの細胞の中に合うのがあったという意味です。患者さんとね、ドナーさんのね、お互いのそれぞれの数ある中の細胞、数ある細胞の中からね、照らし合わせていくので、すごい確率なんですよ。照らし合わせていく技術ってよう考えたらすごいですよね。言葉で言ってしまえば、簡単に聞こえるんですけども、いや、今の医学って本当すごいなーって思いますね。いや、嬉しいです。そのお母さんはね、これからの移植での入院生活が始まることについてね、壮絶な入院生活が待ってると言ってましたけども、発症事例は人それぞれなんで、どうなるかわからないんですけども、ご本人もインターネットで調べているみたいでね、見るたびに不安になっているようでした。不安になるようなことしか書いてないですからね、僕も調べたり聞いたり してた頃はめっちゃ不安でした。実際にね、体験してみると、壮絶でしたけどね、僕はね、白血病と診断される2018年3月7日までのこの僕がおぎゃーと生まれてから今まで生きてきたの人生まででね、神様からお仕置きを受けてるんだと反省しながら入院生活を過ごしていました。僕はですよ、僕はね、そんな感じで受け止めて過ごしてたんです。でも、あんなお仕置きは受けたくありませんね。だから、人の道からそれずに、すぐに生きていきます。昔ね、子供の頃に親から怒られて、もうあんな怒られるくらいやったらあんなことはやめようってやつあったでしょ。あれです。そう、今思い出したでしょ。それですわね。どんだけ壮絶かっていうのはね、人それぞれあるんで、壮絶じゃない人もいてますし、種類によっちゃね、僕はこの急性骨髄性白血病だったんで、全処置っていう処理をして、その抗がん剤をね、すごいきつい抗がん剤をしたわけですけども、それによって副作用がすごかったり、その後のね、骨髄移植の GVHD 拒絶反応の体験もね、そうだったんで、人それぞれあるよっていうことでした。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。